までのマジですか水瀬さんは、ゲストにあくみさんを迎えての後半戦。前半戦ではあくみさんお得意の窓まぎを打っていると高設定らしき挙動となり、勝ちへの期待が高まりました。しかしいまいち噛み合わない展開が続いてしまい、出玉が伸びない状況。果たして後半戦では盛り返すことができるのでしょうか。そして2年目突入からの連敗を止めることはできるのか。これからの展開に期待です。さあ今回も始まりましたけれども、テンション低いね。暑いですね。もうねセミすごくないですか。テンション上げると汗かくよね。そうですよね、無駄にカロリー消費したくないです今、うんまあ、軽く前半を振り返りますと、はい、私投資9000円でしたっけ、確か9000円の2万4で、まあおそらく、あくみ先生の見解だと私の代はいい、ある6、間違いない、間違いない私はなんか通常のエアリティを引くまでです、あとね。そう、まあ、いやまあもう後半9米とか出るよ、口も同じっていうの。本当ですか、うん、まあ、ただそっからはもうね。そうなんですよね、会ったところでの話だって。そう2人で相だけボーナス引いて、まああんだけ見せ場ないのも珍しいよ。なかなかまったりでしたね、何も起きなかったです繋がらないし、うん、まあちょっと後半私ボーナススタートなんで、あそのまま出し続けますか、目標として。そう5000万いけるからね。そうですね、そうじゃないと5000万いけないんで、うんうん、目標高いですね。まあせめてね、せめて3000万、うん、いこうかなとは思ってますよ。でも俺も本当挙動は悪くないんで、まあなのでお互い挙動が悪くないということで、うん、後半も同じ台をとりあえず続けましょうと、はい、うん、うん、なんかもうチラチラそれが見えてチラチラそれが見えて気になってだってやりますもん、話にね、やりますよって今からですよ来ますか。おかしいでしょ。でも気合を入れたいんですよ。そっか、うん、それがあった方がね、うん、入りますよ、ビシッと、うん、ビシッといきましょうか。じゃあ、はい、じゃあ後半も3000万円頑張ってください。せーの、マジですか水瀬さん今リアル前半より痛い、前半より痛い、いや前半軽かったなって音すごかったですよ、はい、今、まあでも大丈夫、まあでも大丈夫、これがだんだんハマってくんでしょハマってくんでしょ、誰に聞いてる世の中の MO たち、あそうです、皆さんのせいでびしょびしょだ。今回収録にご協力いただいたのは千葉県柏市にある日の丸新柏店さん。パチンコ260台、スロット216台を設置している当店は、安心、楽しさ、遊びやすさをコンセプトとし、お客様にゆっくりとご遊戯いただける環境をご提供できるよう日々努力しております。皆様のご来店お待ちしております。実践ルールは2人の乗り打ちで、プラス分の出玉は水瀬さんのもの。ゲストの方は水瀬さんを満足させないときついお仕置きが待っているかも。はい、というわけで後半の実践参りたいと思います、はい、私は当たっている いいところがあるね。俺ちょうど天国抜けたとこ117件、やばいこれはプチじゃないだろうな。やっぱ逆押しはビッグなんですねこれもただの私のお金とね、本当にそう思ってきちゃった。あまりにもね左からプチなんで、このボーナスでの ART 突入はなし。お決まりのやつ、お決まりのやつ、なるほど、やばいです。ここで流れ変える予定だったのに、後半の流れ変わってねえよ。変わってないっすね。じゃあそろそろフリーズが来るのかな私に降臨する。いや、初のフリーズあるかもしれない。ある？あるかもしれない。俺もう2ヶ月中段チェリーすら引いてないから。2ヶ月。メイン機種ですよね。一番打ってます。いや、絆は、まあ、ほとんど絆だけど、まあ言っても打ってる。マドカも打ってる。2機種がメインで。だ、うん、そうだね。その2機種が設定やっぱ入りやすいですか？まあ最近はちょっとマドカが弱くなってきたかなっていう感じはするけど、私決断をあんまり打たないんですけど、唯一3回だけ6を積もったことは、まあ、仕事ですけど、うん、3敗
設定ない方がいいんじゃない？え、なんかあの台で1回しか勝ったことないんですよ、全部合わせて。おう、なんだろうと。今日もこれ高設定だから出ねえんだ。ああ、そっか、窓負けで6負けましたからね。なんだろうって、6で出せない人なのかな。いや、絆はマジでどうやって勝つんだろうって思いました。じわじわ待って。ああ、まあ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 。そんな話をしていたら、水瀬さんの台に。まあ、結局今のこういう台って全部タイミングが重要だからね。え、なんすかこれ。マジでマジで。マジで。ついについに。見てなかったけどマジで。いやね、なんかマジで聞いてなくて、ああもう終わっちゃうなと思った。その前からなんかざわついてて。絶対これ絶対これ。なんすか。不安だよ。一番不安なやつだよ。弱い弱い。え、じゃあ何なんですかこれ。分かんない。当たる当たる当たる。え、当たります。当たる。これ光る光る。静香ちゃん大丈夫？やり方さえ。本当だ。しかもあの6だと2セットと3セットの振り分けが高いから。あ、本当ですか。なんとかして。そこでフォラス絡めって、うんうん、まあ、2セットいけば次のゾーンには引っかかる。3セット、うーん、ギリギリ、うん、しかし何も起こらず。何も起きないね。唯一引いたのって、スイカ。ああ、引いた引いた引いた。さっきの ART 中スイカを引いたのが唯一ですよ。チャンス目でお願いします。お、チャンス目でした。10ですか。わあ、赤い赤い。当たってる可能性。これはあ、ボーナスボーナス。ワルプルギスでもいい。ああ、よしよし。あ、ボーナスじゃない。あ、悪くないんですよ。流れ変わりましたよ、一応。一応特化相談来ましたよ。ただこれ下手くそなんですよ。一応でも見せとかないとね。そうですね、こういうのはありますからね。継続確定の1戦目で10ゲーム上乗せ。ここからが勝負どころですが。終わる終わる終わる。さすが預言者。まだまだある。最低保証10でしたっけ。うん、すごい、こんな派手に10を表示してくれました。マジか。お、今日の皆さんは仕事しないぞ。今日は本来のこの番組のね、よく考えてください。ゲストが活躍する番組です。私はいいですよ。いやいや、視聴者に、視聴者さんに、まとまぎの録画こんなもんだって思われたらダメだから。逆ですよ、こういうこともありますけど、皆さん頑張りましょうねっていう、皆さんを勇気づける回ですよ、今回。もう諦めてる。はい。これ続くか続かないか超大事。 RT があのもし1セットで終わるとしても、残りのゲーム数解除が40ゲーム以内に近づいてれば、はい、特集継続っていうのになるから、もう結構な期待度でここは継続すると思う。今日の水瀬さんはダメ。一方のあくみさんは400ゲーム近くハマってボーナス確定。あー、 ART 欲しい。ちょっと見本
そして水瀬さんはチャンスゾーンを制してボーナス確定。絶対揃わないと思ってた。ここはうまいんだけどな。他がダメだわ。あの特化ゾーン10ゲームはひどい。まあ普通にあることですけど。あるけど、あるあるある。初っ端からね。そうそうそう。来た。あー来た。本当っぽくなってきた。あ、ホームラン。これが偶数しさ。まあ6だけど。そうですね。この6ですね、この台。出ない6ですよ。相変わらず見せ場は訪れませんが、内容は高設定そのもの。そして天国で当たったボーナス中に。おお。よかった。今日ここまでは行くもん。ここまでは大丈夫。その後が何も起きない。じゃあ押して。君は神になるつもりかい？俺が押せばでもほら喋るんだ。ま天国行くから。はい。あ、さっきのチャンスね。かもしんないし、まあそれしかないかも。また十？いやいや、これもう天国もあるから、あ、はい、これはここだよ、絶対ここだよ。ちょっと待ってください、何で私だけ頑張るんですか。もう何にも起きなそうじゃねえかよ。起きなそうじゃねえかよ。あ、継続率高いよ。10はないですね。いや、あるよ。60倍以上かな。それは終わるわ。ごめんなさい。あ、危ねえ。いや、マジで本当にここだから。今日の一番の山場だから。今日一の山場の結果は。ごめんなさい。赤で25。まあそんなもんなんだけど。まあ天国なんで。とりあえずこれもう多分前兆で始まってるから多分もう当たると思う、はい、これビッグだっけ。そうです、そうです、逆押しなんで。思い込みって素敵だよ。思い込みは素晴らしい。一方苦しい展開が続くあくみさんは300ゲームハマってボーナス確定。あ、それこの台だけですね。仕様は違うから。そして水瀬さんの ART の結果は。終わりました。おお、777。素晴らしい。でも天がいい。今天国だったら継続するよ。本当ですか。じゃあしなかったら天国じゃないってことですよね。そうそうそう。はいはいはい、まあ、6なんで、まあ、2連関係なんも起きねえな今日。起きないっすね。ものがあるよっていうのは教えられたんです。そっかそっか、はい、あくみさんは ART 突入なしでプチボーナス終了。いやー、何も起こる気配がない。一方の水瀬さんはスイカからまた入りました。さすが6、18分の8です。またここでハマりを回避しないと。本当だよ、400まで何もないからね。そうですよね、まだ行ってないです私たち。これでどうにかなってるから。あ、どうにかなんない、これならない。うそぜ。まあ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 重ねます。数値悪くなってきた。もうホールの中でビール飲みます。ホールの中でビール飲んじゃいますよ。やってらんねえよ。マジでやってらんないよ、俺だよ。いや、私もこんなね、6らしくだよってのに負けてますからね、一応。またマイナスになってるじゃん。そうです。もう初めて300超えたんじゃないかな。たとえ高設定挙動でもやっぱり ART が伸びないとどうしようもない展開になりますね。果たしてこの後もズルズルと見せ場のない展開となるのでしょうか。うちだ。
いや、そんなことない、そんなことない。治療しても、そう、さっきから逆になったの。午後から変わったんですね。こんな、ま、俺こんなに負けてんの久々。なんすかね、乗り打ちしたら負けるって言ったじゃないですか。でも勝つけど、こっから勝つけど。え、こっからまだ俺勝つけど。本当ですか。今慌ててすぐ、もうフリーズですよ今。今すぐにとはいきませんでしたが、400ゲームを超えてボーナス確定。433ゲーム。今いくら入りました。51、51です。嘘、マジですか。でも全然ハマってる感がないじゃない。ちょこちょこ当たるからです。ここが、あー、そこきついですね。一方の水瀬さんはまだ、もうコブラちゃん、これやっと来たの。当たり遅いよ、入れてくださいね。これ後半まだ光ってない。そうですよね。私たち一回も箱使ってないですからね。私たち以外の人全員使ったのに。あくみさんはこのボーナスでも ART を射止められず。おい、一方の水瀬さんは上乗せなしで ART 終了となりましたが、あれ、ナビ出てる。やっと2セット目がありました。初だ、初、初です。しかしこれも上乗せなしで終了。あれ、さっきさ、2セット目ってさ、一回通常画面出たゲームだよね。はい。あ、多分引き戻しでゼロゲームっていうのが選ばれたんだと思う。あ、本当ですか。まあ6だから1回ぐらいは引き戻すよ。2回目か。1回目だ。そうですね、さっき勘違いだったんで1回目です。でもなんか昔からミカちゃんがさ、あんまり知らない機種を打つとすっげー出すイメージがあるの。だ、今日も。そう、全然4回しか打った、4回目ですとか言ってるから、はい、まあ、それで朝も調子よくスタートしたから、はい、絶対出すと思ったの。確かにこの間テラフォーマーズを初打ち、スロって3日が初打ちだったんですよ。おお、いろいろ喋らなきゃいけない。おお、まあ、一応前日になんか読んだりはしてたんですけど、おお、すげえ出ちゃって、なんかもう初打ちの出方は私おかしいですよ。なんか初打ちの台、この台こんな出る台じゃないですよみたいなこと見たに言われて、最終、まあ、上げたんですけど、9000枚ぐらいです。あ、1970枚かな。やばいですよ。やば、もう何十連してたんだろう、あの一番上のなんか、あれがずーっと終わったでまたまた戻ってからずーっと繰り返されて、もう一生終わんないよと思って、もう諦めたんですよ途中で。もうダメだ、俺一生終わんないです。飲まれたら飲みます。飲まれました。飲まれる前提で話されて、もうね、諦めてんですよディレクターも。 ね、後半始まって1時間ぐらいでもう諦めてます。ダメだ今日は、あいつらもう何もない、あいつらもう活躍しねえ。そこでな、多分若いライター2人だったら、この台が見せ場ないから、それでもなんとか爪痕と残そうとみんなテンション上げて頑張るわけじゃん。そうですか、うん、うちら全くないじゃん。はい、え、だってこういう挙動なんだもんか。しょうがないでしょ。しょうがない。早く今日のことは忘れて飲みたいですね。今日のことはもう忘れましょう。なかったことにした。今日は6は打ってないことにしましょう。1を打ったことにしましょう。そうだ、1なら前線してるもん。全然1の割に負けなかったね、よかったって言って終わってますから。確かに高設定挙動だったんですが、結局噛み合わないまま実戦終了となります。バスしようが。そして最後の最後にあくみさんの台が。水瀬さん、俺やめれないかもしれない。あ、いや、
エンディング撮ってからやめよう。なんすか、すぐ見たんすか。え、手枯れ多分満タン。マジっすか。パチスロ情報ライブ見なせよ。というわけでですね、私たち先ほどまでマジですか皆さんという番組をちょっとね、中継で見させていただいたんですけど、らしいですね、結果の方が分かったということで、はい、現場の誰がいるんですかね、現場の方いない、いない、いないですね。あ、こちらの方に情報ありましたら、ちょっと発表させていただきたいと思います、はい、でこれは結果を発表すればいいんですかね。というわけで、水瀬さんの方が、水瀬さんの方ね、投資が1万5000円の回収が393枚ということでマイナス357枚で終了してますね、うん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 、で対するあくみさんの方がですね、はい、投資がいますね、6万9000円の回収が0枚ということでマイナス3450枚という結果が報告されてます、はいはいはい、なかなかなんですけど2人合わせてトータルマイナス3807枚ということで、そこそこですね、そこそこの大惨事が起きてますね。そうなんですよ。で番組のトータルはですね、今日の多分収録が始まる前まではプラス1万5000枚ぐらいだったはずなんですけど、はい、プラス1万988枚ということで、なんかちょっと耳にしたところによると、はい、一時期2万枚超えてたらしいですよね。そうなんですよ。でですね、2年目にこの番、はい、あの番組、はい、突入してるんですけど、はい、2年目突入してから勝ちがないんですよね。あ、急になんか流れ変わっちゃった。この1年目はイケイケっつって、まあ、デフレで不況ですからね。そうですよ、ね、あとまあ何でしょう、皆さんの方が番組続けたいっていう一心で左手頑張ったなと思いますよ。で1年続いちゃったもんだからちょっと調子乗って気が緩んでるでしょうね、あの人。人間慢心するとね、ちょっとダメですよ、ね、油断するとダメなんですよ。そういう人間なんですよ、ね、あの人。そうなんですよ。ということでまあこれは何が原因なんでしょうか。まあでもパチスロは怖いってことがなんか改めて分かる。1年経っても落ち着かない、うん、常に勝つか負けるかハラハラドキドキ。そのダメだっていう時はなんかもう熱くなっちゃダメっていう。そうです。今日の多分あくみさんもそういう感じだったんですか。熱くあくみさんだからね。僕、はい、あくみずなんで、あくみさんがね、はい、うん、はい、あくみさんすごいぶっ込み方してましたけれども、なかなか見ることのないあくみさんでしたね、まあ、今回は。まあだから今日は多分あれじゃないですかね、だからゲストの人選が間違っていたっていう。あいつ何もやってませんでしたよやってませんでしたね、うん、ただ番組サイドとしては多分期待してパチスロうまい人を呼べば勝てるんじゃないかみたいので多分よ。だそれもなんかあの一般のメディアが作り上げた虚像だと思うんですよ多分そうなんですか。もう今までのこの出演歴をいろいろな番組見てるんですけど、はい、一回もまともに仕事したのも見たことないんですね。あの方ですか、うん、あいつギャラ泥棒ですよ。あ、でも今日はさすがにギャラ割れしてるんじゃないでしょうかね彼ただですよ、あいつ、これから延長戦があるらしいんで。あ、なんか汚れが溜まったとかなんか言ってましたね。汚れが溜まったとかなんだか言ってたじゃない。今更ですけどね。そう、ちょっとなんでそれをだからその結局映像に見せる、その収録中にやるのがプロでしょ。そうですね、うん、もうなんだろうっていう。ちょっとなんかもうでも最初からあんまりなんか気合入ってる感じはしなかったですよね映像見てる限りだと。いやもう今度だったらなんかもうケツパチンパチン叩いてあげた方がいいですよ。そうなんでしょうね。意外とあいつ喜んでましたから強めに行った方がいいんでしょうね。うん、じゃあ次のテーマいきましょうか。最近のパチスロライターについてあとありますけれども、はあ、最近のパチスロライター生ぬるいとさっきおっしゃってましたけれども、その続きちょっと聞かせてもらっていいですか。どうなんですかねどうなんですかね。その辺はやっぱり、まあ、でも、まあ、今日出てたあくみってやつよりはみんな頑張れるんじゃないかなって、はい、あ、テレビカメラの前で本当にパチスロ打ってることに関して今日の後半あいつ無でしたからねマジでそうでしたか。うん、何にもやってませんでしたから、それよりはみんなマシなんじゃないですか。そうそんなことはないと思いますよ。それでも別にこういうもんだよなって打ってるところがもうダメなんですよ、このベテランって言われてるやつら。
常に必死でそれ見られてるっていうのを意識して爪痕を残すぐらいじゃないとダメなんですよ。そうなんですよね。そういう意識がどんどん薄れていくんでしょうね大人になると。そう長いこといると本当に本当にそう思う、うん、まあ、確かにそうですよね。あの大御所の方々はそういう人多いですからね。正直そう一生懸命説明しようとかっていうよりはあんだ今日のライダーだなみたいな感じの雰囲気の人がやっぱ多いですからね。本当ですよ。まあでもそれがまた面白かったりもするから。あ、今なんか一瞬ちょっとアクミが乗り移って誰の文句言いそうになりましたもん。あ、どうぞ。いや全然窓曲げ甘いですから。そういえば甘いと言われてたのに6万9000使われてましたね。あの方甘いって言ってましたよね。確か言ってましたね。映像で一番最初に甘いって言ってました。あととにかく甘い。え、甘い。本当ですか。だってここ光ってないんですよ。そうっすね。あ、後半戦は後半戦1回も光ってないんですよ。ゼロだったんですね。ゼロですね。それは6万9000入りますねなかなかですね。あの人なんかあいつがかわいそうになってきました。泣かないでください。かわいそうになってきました。同情してきましたそうですね。じゃあなんか私もちょっとコメントしづらいですけど、ちょっとなんか、うん、隣にいた皆さんも気まずそうな感じでしたもんね打ってる時。ちょっとまあそんな皆さんも負けてますからね、あんな6らしき台で。ああダメですね。あいつあいつも使えない。なかなか高設定で使えない最悪じゃないですかせっかくお膳立てして、あのね、多分一番いい台に座ってあれですよ。下手くそですね。やっぱり昔のね、初期のバトルリーグ出た時の必死さは感じないですよね。必死さは感じない。あの人は必死さ感じない全く。もうどうしても落ちたくないです私みたいな。あの時のもう今ほんと最初から最後まで平常心でした、あの子。あ、うん、そうですよね、うん、何なんでしょうね。何なんでしょうね。大人って怖いです。慣れって怖いですよね。怖いです慣れって怖いです。慣れって怖いです。それだと思います本当に慣れって怖いです。そうですよね、うん。今日の教訓ですかね、あの番組見て思った。あ、時間だってそろそろ時間だってことで、はいはい、終わらせろっていうことなんで、ちょっと、まあ、この辺で、はい、パチスロ情報ライブ皆さんの方を終了させていただきたいと思います、はい。まあ、あのマジですか皆さんの方はですね、3連敗中でちょっと残念な感じになってますけれども、うん、今後も頑張っていくと思いますのでね、あの人、うん、ぜひまた見てやってください。というわけで今回はこれで終了です。さよなら。次回のマジですか皆さんは、連敗を阻止するべくお迎えしたゲストははるばる北海道からやってきたガリゾーさん。なんとしてでも勝ちたい次回の実戦はガリゾーさんが得意でもある A タイプに絞って立ち回る。すると水瀬さんの台はまたも高設定挙動に。一方のガリゾーさんは知識を武器に華麗に立ち回る。今までにない真面目な内容となりそうですが、いつも通りのド S っぷりは健在ですのでご心配なく。次回のマジですか皆瀬さんもお楽しみに。